はい、どうも、こんにちは。今回なんですが、式と曲線、数学3の、単元ですね、の、問題解説になります。離心列に関する問題で、こんな問題です。はい。問題文を読むと、楕円9分の x2 乗プラス4分の y2 乗イコール1について、焦点 F、ルート5、0ですね、に対する順線の方程式を x イコール k とします。順線というのは、こんなふうにですね、縦に垂直な直線になるわけなんですが、この k というのは正の数にしましょう。k の値とこの楕円の離心率 e の値を求めようという問題です。離心率とか、順線の知識に関しては、教科書を見ていただいたらもうすぐわかるかなと思いますので、ここでは説明を割愛させていただきます。単純にこの問題の解答解説をするのみにとどめたいと思いますが、図としてはこんなイメージですね。楕円がこうあってですね、その横に x イコール k という順線があるわけです。で、順線考えるときっていうのは、基本的にですね、PF 対 PH イコール E 対1っていう式を考えます。これ離心率の式ということで、これ絶対覚えておいてください。で、PF って何ですか？まず P なんですけども、これは楕円上の適当な点です。任意の点って言い方します。それをまず一つ取ります。と、その点と焦点との距離。その点と、この x イコール k までの距離ですね。これを、例えばこの、垂線の足を h とすると、こういうふうな図が書けるというわけなんですが、この図を覚えておいてほしいわけですね。で、必ず、その楕円上、楕円じゃなくて双曲線でもいいんですが、あるいは、放物線でもいいんですが、その曲線上の点から焦点、曲線上から順線までの距離の比が e 対1になりますよ。っていうのが離心率の式ですよってわけです。で、このシチュエーションにおいて、K っていうのと、いわゆる順線の式と、離心率の値を求めなさいっていう問題です。さあ、やっていきたいと思います。はい、では解説です。こんな風に書いてみました。まずですね、楕円上の任意の点を、P と置いて、それを XY と座標に、文字を当てはめましょう。で、PF とですね、PH はそれぞれ、距離の計算ができますね。PF は2点間の距離の公式をそのまま当てはめればいいです。で、PH は真横の、線分になりますので、それぞれ P の X 座標と H の X 座標の差の絶対値が距離になります。これよく絶対値を抜いて、X 引く K とか、X 引く K ってこの図だとしないですね。多分 k-x ってする人多いんじゃないかなと思うんですが、絶対値をつけとかないと、例えば p っていうののこの図がですね、この p がこっち側に来たとき、k-x だと不正確になるんじゃないかなと思いますので、一応ですね、絶対値をつけておいた方がいいかなと思います。で、これ必ずですね、これ忘れないようにしてください。で、pf 対 ph が e 対1の式にこれ当てはめていきましょう。で、そうすると当てはめただけの式っていうのはもうこうなります。で、ルートついたまんまだ、あるいは絶対値がついたまんまだと計算がすごくしづらいので、そのまんま、使うわけにはいかないので、2乗しておきましょうってわけです。で、この式を丸1の式にします。はい。で、続きです。また点 P っていうのが、これ楕円上の点ですので、この楕円の式に当てはめたらいいんですね。点 P の座標が XY なので、当てはめても結局、当てはめた感じにはなってないと思います。9分の X2 乗を、プラス4分の Y2 乗イコール1になってますよね。で、これを Y の2乗イコールに直して、1の式にね、代入してみましょう。単に代入した式です。で、これをですね、ここすごい大事なんですね。ここはすごく大事です。x の二次方程式とみなして式変形してみましょう。で、そうするとですね、こんな式になるんですが、これは一応楕円上の任意の点 p に対して成り立つはずなんですよね。p っていうのは別に楕円上の点だったらどこでもいいとしてたわけです。だからこれ楕円上の点だったらどこでも成り立つ式ですよ。で、楕円上の点っていうのは x 座標がマイナス3以上3以下になるはずなんですけど、このマイナス3以上3以下の x の値すべてに対して成り立っている、いわば方程式になってますよねってことなんです。ということはどういうことか、次のスライドで説明します。はい。では、こういうことになります。
よってといって、もう一度ですね、先ほどの X の二次方程式書いてみましたが、方程式だったらば、常にどんな X の値、まあ、マイナス3以上3以下の X の値を、どんな X の値ですね、その範囲の値を代入しても成り立つ。ということはどういうことかというと、これらのこの波線を引いたですね、係数の部分が0じゃないとおかしいですよねってわけです。これ、方程式のですね、解法の一つですよね。で、これっていうのは、もう E と K、連立方程式になってます。もう、まず上の式から、E というのが、3分のルート5ってわかります。E は、0より大きい数です。なので、まあ本当はね、E の2乗なので、これを解くと、プラスマイナス3分のルート5となるんですが、まあマイナスはありえないので、一応プラスになるというわけです。で、あとですね、もう一つその E の値を代入してあげれば、K も出てきますよね。ということで、K はルート5分の9を得るということになります。以上が解法になります。ありがとうございました。